ぱいね。あ、ここっすか。へぇ、うん、水少な。えこれはやばい。あ、マジで。これはやばいぞ。え、そんなことある。トッキー、これ動画にならんの。マジっすか。ちょっと行くだけ行ってみよう。そうですね。うん。お蔵入り。初のお蔵入りかもしれない。サンダ日和の山美です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日もここはサンダ駅の北口のロータリーに来ております。ここで始まるの多いよね、なんかね多いですね何回かやった記憶がありますね。まあここがスタートのベーシックになるのかなと思うんですけど、今日はサンダの涼みスポット、山奥っていうと怒られますけど、ちょっと奥の方にあるあのアマン滝っていう滝にね、ちょっと行ってこようかなと思います。何回か写真を撮りに個人的に行ったことがあるんですけど、最近ちょっと行ってなかったので、まあどんな感じになってるのかなとか、ほんでまた写真も撮りたいなと思ってますし、あと ご配慮ありがとうございます。あとね、トッキーが、そうだ、サンダ行こうっていう、サンダの魅力を、なんか、ギュッと動画にまとめたものを作っていて、この前春のやつ作ったよね。そうですね、はい。なんか桜の、向こう側の河川敷とかいっぱい撮ってて、結構、おしゃれでいい動画なので、まあ、それも、見てもらったらなと思うんですけど、それの夏バージョンを撮りに行くっていう、まあ、目的も兼ねて、ちょっと行ってこうかなというふうに思います。はい、ちょっとね、場所遠いんで急いで行こうと思います。じゃあ行きましょう。はい。あ、そう、昨日ね、めっちゃ久しぶりに一人で映画見に行ったんですよ。ほう。今話題、ちょっと話題になってるドラクエ、すごい映画でしたね。なんかもうオチは絶対言えないんですけど、どうすごいんですか。ね、ちょっとそれも言えない言えないですね。Facebook でちょっとつぶやいたんですけど、もうあれ絶対 R 指定にした方がいいですね。そうなの。エロいってこと。いや、そういうのじゃないんですよ。そういうエロいとか、グロい、グロいとかじゃなくて、じゃない、ストーリーが残酷ってこと。ある意味めっちゃ残酷ですね。ある意味ね、自分に子供いたら絶対見せたくないです。確かに。割とその原作、まあ違う部分もありますけど、結構まあストーリーに沿ってて、まあ途中まではすごい結構良くて、ラスト15分ぐらいがもう衝撃の展開すぎてちょっとやばいっすね。だからこれから見ようって思ってる人は、ちょっと下手し、なんかあのヤフーの映画レビューとかあるじゃないですか、うん、あれ見てから行った方がいいかもしれないっていうレベルですね。逆に喋りながら、果たしてこの道合ってるのかっていうのを不安を抱えながら、やはりこの道中だけで一本とか無理ですか。全然あまり関係ねえやドラゴンクエストかなとかなんとかやばいっすかね。いけた。アドベンチャーやな、これ。これちょっと後ろ見ながら。これ、ね、ブルズに行った方が動画的には面白いんですよ。何行った方が。ブルズルって行った方が。怖い怖い。ほんまにやりそう。蜘蛛の巣が半端ないよ。危ない危ないよ、山さん落ちたらあかんよ。今自分の体の硬さにびっくりしたけど。今のせい。はい。落ちなあかんかった。そうね。今気づいた。遅かった。
あのもうちょっと水量があるかと思ってたんですけど、最近ちょっと雨が降ってないっていうのもあってか、ちょっと少なめですね、水の量が。ちょっとこんな感じで撮ってみました。もう見えるかな。見える、ちょっと縦に。ああ、ああ綺麗。はい、ちょっとあのスローシャッターにして滝がシャーってなってるような。なるほど、水が。はい、で、あの見えるか分からんけど、ここに突起映っとるから。え、ズームしよう。ほんまや、あのなんかいる。後で写真送るんで動画に差し込んでおいてもらえたら。わかりました。けどあの被写体ブレしてると思うけど。はい、ということで今日は、三田の涼みスポット天滝にやってきました。まあちょっと水量が今日は少なめかなって感じしましたけど、あの結構滝の近くまで行くとあのこうミスト感があったりとかしたので、あのやっぱりあの普段いるところよりかはちょっと涼しいかなっていうぐらいの感じかなと思います。なのであの、まあ普段ねもう毎日暑いですから、ちょっと今日は涼みにどっか行こうかなみたいな時にはぜひ来てみたらいいんじゃないかなと思います。あのちょっと危ないかもしれないですけど、水遊びもちょぼちょぼぐらいだったらできるかもしれないです。ちょっと自己責任にはなると思います。はい、あとまあ写真をね撮る人とかは結構あの映えるスポットだと思うので、こう撮りに来ても面白いと思いますので、ぜひ来てみてください。はい、ということで、今日の動画はこれぐらいにします。この動画が面白ければ、グッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。 あとコメントとかも気軽にいただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。三田日和の山美でした。バイバイ。